皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ピッポです。今回はレベルアップで登場したサバーニエ紹介していきます。このサバーニエは目標ですね。カマビンガみたいに SBC を何回か解くと手に入る選手ですね。まずは素材の SBC をクリアして、その後アップグレ目標を35回クリアすると手に入る選手になってます。35回は意外とあっという間で、かつ今回は選手の要求数が6枚とかだったので、結構すぐゲットできましたね。で、この選手は身長172センチのアベレージのボディタイプになってます。スクワレ式がハイミドで、スキルムーブ逆足ともに5にアップグレードされている選手です。まあ、5-5で結構ドリブルが軽い選手なので、チープネイマールとしてやれるんじゃないかなってことで、今回アタッカーで使っていこうと思います。そして、トップ下と CM ができる選手なので、まあ、CM ができるってことで、結構スカットには組み込みやすいですね。リーグワンのモリエンペのフランス人ってことで、エンバペ持ってる方なんかはケミ合わせとしていいと思うんですけど、僕はエンバペ92のポトムしか持ってなくて、もう全然使ってないので、ちょっとケミ合わせは苦労しましたね。そもそもリーグワンってのが、エンバペ、ネイマール、レナト・サンチェスがいないとなかなか組み込みにくいリーグではあるので、それ持ってない方は無理して取る必要はないかなと思いつつも、この選手単体で強かったら、まあリーグワンに寄せてもいいんじゃないかなっていうこともあると思うので、しっかりとそこら辺見ていきたいと思います。それでは能力詳細です。まあ整ってる能力というかバランスがいい選手ですね。4321の CM なんかにおいても強そうだなといった能力ではあります。ペースが91なので、これは99に近づけてあげた方がいいかなってことで、今回ハンターにします。ハンターかシャドウかなっていう感じになると思うんですけど、個人的にはハイミドで守備意識82しかない選手で、シャドウつけても86にしかならないので、ボランチ起用はなしかなとは思いますね。なので守備のできるアタッカーとして、または4321の CM として使うのは結構いいのかなと思ってます。でこの選手はやっぱり身長172センチってところと、ドリブルの数値が高い選手なので、まあ、ネイマールのような使い方ができるんじゃないかなってのをすごく期待してますね。バランスが99と高いので、しっかりと体感があるドリブルというか、安定感のあるドリブルをしてくれるんじゃないかなとは思いますね。で、敏捷性96、フィジカル83なので、もともと控えめの選手なので、無理にフィジカル上げる必要がないっていうのも結構いいですね。そして敏捷性96、フィジカル83なので、もともと控えめの選手になってます。なので無理にフィジカル上げる必要がないっていうのもかなり素晴らしいなとは思いますね。やっぱシュート力というか、シュート方面かなり優秀な選手なので、アタッカーで使って、まあ、サイドだったりトップ下で使ってシュート打たせていくっていうのが結構いい使い方になると思うので、今回はそういった起用法でいきます。特性はリーダーシップ華麗な身のこなし、ロングパスの名手、ロングシューター、プレイメーカー、アウトカーブです。今回こちらのスカットでやっていきます。デイビスと一緒に使っていこうかなと思うので、リーグワンとブンデス混合スカットみたいな感じで、あんま強くないっすね正直僕は結構プレミアだったりラリーガに強い選手固まっちゃってるので、この2カ国のリーグでやるってなるとちょっと心細いですが、 R9 さんに助けてもらいつつちょっと頑張っていこうかなと思います。今回トップ下と、あとは442のストライカーと4321の時は一旦 CF で使って、その後ビティーネかゲッツかどっちかCM にしてたんですけど、そこと入れ替えて CM ロールをやってもらおうと思います。それでは試合映像どうぞ。Can they hit on the break?
They need to get bodies back. Cheers, Jeff. Opportunity it is. Can he play it in? Can he finish? In it goes! Good appearance for the club. It's quite the accomplishment. Well, 400 and still going strong, and that can... はい、以上が試合映像でした。結論かなり強い選手でした。期待以上の動きはしてくれましたね。やはりスキルムーブ後逆足後という特徴を持っていて、かつこの能力値なので何でもできるなといった選手ではありましたね。ペースに関してはぶち抜けるタイプではないんですけど、しっかりと裏を取るだったりサイドをドリブルするってことはできる選手ではあったので、スペースがあるところではしっかりと走れるなといった印象でありました。それと思ったよりシュートが上手でしたね。こういう目標系の選手って数値よりちょっと低く設定されがちな印象を受けるんですけど、このサバニエはしっかりとシュートを打てる選手ではありましたね。まあ、5-5 ってこともあって決定力はかなりあったので、まあ、ボランチで使うよりもやっぱりサイドであったりトップ下であったりっていう2列目でよりゴールに近い位置で使った方が強さは生きる選手だと思いましたね。あとパスもしっかり出せる選手で、まあ、ドリブルは結構動かしやすかったです。溜めを作るようなドリブルはかなりできる選手かなといった印象でした。そして守備もインターセプトが素で92あるので、アタッカーとしての守備はかなり良かったですね。戻って、自動でパスカットしてくれたり、あと相手についていってしっかり刈り取るみたいなこともできる選手なので、それは積極性98も関係してくると思うんですけど、守備はアタッカーとしてはかなりいい部類に入ってきますね。そういう意味でも5バックのウィングバックであったり4-3-2-1の CM に置けるっていう、こういった能力値がある選手というのは貴重ですね。でフィジカルは83なんですけど、まあ70代ぐらいの感覚でしたね。まあ身長が低くてアベレージのボディタイプというのもあると思うんですけど、フィジカルの強さは全くなかったので、相手に触れられないようなドリブルをするっていうのを心がけるのがいいかなと思いました。で今回このスカットで比較的ゲッテだったりビティーネだったり、まあコスパのアタッカーと一緒に使ってたんですけど、この2人よりははるかに強いですね。まあ決定力が段違いにあるってことで、まあ、かなりそこは良かったなと思います。ビティーネは久しぶりに使ったんですけど、逆足がおもちゃでしてね、ちょっとこれ決めれねえのかっていうことが頻発したので、ビティーネはもう当分使わないかな。ゲッツェも同様で、まあチープムシアラなんか言われてますけど、シュート上げたんですけどね、全然決めなかったですね。こっちも逆足がおもちゃで、使うことはないかな。ちょっとゲッツェに関しては残念でしたね。結構チープネイマールかなと思ってたんですけど、やっぱりネイマールは一人でドリブルで切れ込んでシュートまで持ってけるっていうのがあると思うんですけど、そのドリブルはサバーニエはちょっとできなかったので、溜めを作ってパスで散らしていくプレースタイルだったらかなり輝くと思いますね。そこで言うとチープネイマールというよりかはチープゾラって感じでしたね。結構ゾラに使用感が似てて、ゾラよりもなんていうんだろうな、重心が低い安定したドリブルって感じで、パスも上手いって感じだったので、ただ決定力だったり切れ込む力はゾラの方があるなって感じで、まあ結構ゾラと使ってて感覚は似てるかなといった感じでしたね。まあただゾラの方がやっぱスピード感があってってところもあるので、僕はゾラの方が好きかなと思いますが、このサバーニア、例えば僕が仮に今後 S のエンバペ当てた際なんかは、ケミ合わせとして十分検討できるぐらいの強さはあるかなって感じですね。完全になしってことはなくて、ぜひリーグワンで
スカッと組めるなら入れたいなと思う一枚ではありましたね。それと余談なんですけど、このゲンドゥージ右サイドバックで今回使ったんですけど、かなり良かったですね。加速が94までしか上がらないのでどうかなと思ったんですけど、守備方面の能力がめちゃくちゃ高いのですごく守備が安定してましたね。あと逆足スキル5なので動かしやすいし、ドリブルもまあまあできるしって感じで、この選手はボランチだったりサイドバックで使うよりも右サイドバックで使うと結構トップクラスの強さになるのかなと思いましたね。なので、まあ、このゲンドゥージしかり、サバーニエしかり、エンバペが当たれば結構リーグワンに寄せるのもありかなと思いますね。あと久しぶりに使ったマルキーニョスもやっぱ安定の強さでしたね。まあ本当にサバーニエおすすめできる選手、かつ35回で終わりますし、その35回でも80プラス3名のパックもらいつつ、 TOTS 確約だったりシェイプシフターズ確約もらえるので、まあ、素材としても全然元を取れると思うので、ぜひ皆さん作成してみてください。これからも FIFA23 の動画上げていきます。チャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では。